ミチェル、どうやらペクの計画は我々が思っていたよりも複雑だ。ペクはこちらの予想をはるかに上回る数の兵器を掌握しているらしい。ソンはシルクワームおよびスーパーシルクワーム対艦ミサイルの射程延長および兵器搭載能力に関わっていたとのことだ。この計画が成功すればペクの手持ちのミサイルが瞬く間に100発ほど増えることになる。そして昨日港に停泊していたリベリア船籍の輸送船クララ・ボイヤ号、これが情報部によるとペクのミサイル艦を改造するのに必要な機材を積んでいるらしい。船には書類上全く問題がないため、白昼堂々の撃沈では外交問題になる。そこで君に野営に乗じて単独で潜入してもらいたい。基地周辺の抵抗を排除しクララ・ボイヤ号に向かえ。航空航路に1回だけであればさほど問題を起こさずに強行できる。ただし2度目はない。レーザー照準器で船を目標指定してくれ。あとは F-16 戦闘機が積み荷ごと海の底に沈めてくれる。ミッチェル、こちら司令部。輸送船クララ・ボイヤ号を発見し、レーザー照準器で目標指示を行え。航空部隊がレーザー誘導爆弾を抱えて待機中だ。
ミッチェル、こちら司令部。航空攻撃準備完了。レーザーでの目標確認を待っている。